色違いの僕らが夢を追いかけるのは芽を出した好奇心の種が空を目指すから色とれ理研テクノスプレゼンツ今日は麹町中学校2年の佐藤ゆめかさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ佐藤さんは今どんな活動をされているんでしょうか。株式会社学び寺子の取締役社長をしています。社長？はい。佐藤さんが小学6年生の時に起業した株式会社学び寺子。同世代の子どもたちが大人に取材をし将来の生き方に生かすことを目的に活動しています。これまで印象に残っている取材はありますか。九州パンケーキの村岡さんっていう方なんですけど、うん、九州だけの素材でパンケーキ粉を作って地域創生をしながら美味しいものを作るっていうことをされてた方の取材はとても印象に残ってます。どうしても地域創生っていうとその地域のためにってなってしまうんですけど、それだけではなくて地域に住んでいる方のためだったりとか地域以外の方だったりとかも笑顔にするっていうのを地域創生に絡めてやっているっていうところがとても印象に残ってます。職業っていうのだけじゃなくてその人の生き方をこう見て、はい、この人に話を聞きたいと思うわけですね。そうですね。いろいろな経験をしてきた大人から生き方、うん、どうやって生きてきたのかどういう人生を過ごしてきたのかっていうのを聞いてそこに聞いたことを葛藤しながら子どもたちがこんなことが世の中にあったこと知らなかったなっていうふうに気づいてもらって新しい価値に触れて一歩進むっていうのが目的だったりとかするのかなっていうふうに思います。夢は一人一人が多様性を生かしながら未来を面白がり自分と社会のためになる未来を作る一人となること。その夢のルーツは小学校3年生の頃からいろいろと取材をしてきて関わってきて思っていたのがいろんなイベントに参加してると学ぼうと思ってる子どもがいたとしても正解だけを求めてしまってるところがすごくあるなっていうふうに感じていたので自分自身が思ったことをしっかりと発する場があったりとかすることが大事なのかなっていうふうに感じていたので多様性っていうのを生かせる場を作りたいなっていうふうに思ったのが夢を思うきっかけです。将来そういうその取材したものを通して何かを作ったりとか発信したりとかっていうお仕事をしようとか考えてるんですか？そうですね。なんかこうやって小学校の頃からいろいろと取材して気づいてきたことっていうのは未来にもつながるなっていうふうに自分で感じているので、うん、それで聞いたことを自分自身の生活だったりとか大人になって何か職に就いた時にこういうことがあるんだよっていうのを周りの人が知ってもらうきっかけのになるような人になりたいなっていうふうに思います、うん、今回の夢は未来を面白がり自分と社会のためになる未来を作る一人となるでした。次回はどんな夢に出会えるのでしょうか。科学の力のチャレンジメーカー理研テクノスがお送りしました。